こんにちは、ゆるオーガニックです。今日は久しぶりのアイハブ購入品紹介です。始めていきます。まず最初ですね、精油を買いました。 NOW のオーガニックタイプのユーカリとレモンとスペアミントの精油ですね。 NOW のオーガニックタイプの精油、ほとんどの種類を私全部揃えてるんですけど、 30ml 入ってて大きくって、金額もすごく買いやすい金額なので、惜しみなく使えるという点が私が気に入って買っている理由ですね。オーガニックのに限定していくと、自分が好きな精油が必ずあるわけではないんですけど、どっちかっていうとアロマセラピーというか、エッセンシャルオイルを楽しむにあたって、初心新車編、入門編みたいなタイプの精油がオーガニックの精油で、ナウは揃っているので、扱いやすいものっていうかね、抵抗なく使えるような香りのものとか、そういうものすごい多いと思います。まずユーカリが、まあ、何にいいかというところで、ユーカリは元気が出たり、まあ、ユーカリの精油って結構スースーした香りなので、すっきりしていて呼吸をしやすくしてくれたりとか、すごく鼻が詰まってるとか、まあ、喉がイガイガするとか、まあ、風邪気味の時とか、今からのこう花粉症の方がズクズクしてくる季節とかにもユーカリはすごく向いてると思います。あと抗菌作用とか抗ウイルス作用っていうのももちろんあるので、でも今回選んでるのは全部多分ね、抗菌作用抗ウイルス作用ってね、あるはずなんですよね。わかんない、ちょっと私のアロマ勉強したの15年前ぐらいだから、記憶がすごい曖昧なまま、使うのはずっと使ってるんですけど、勉強したその知識としての記憶が曖昧なので、もし私が間違ってる部分があったら、アロマセラピストの方がいらっしゃったらコメント欄で間違ってるよって教えてください。次がレモンとかオレンジとか、そういう実の精油っていうのは、圧搾法で皮の部分をブシュってこう給食の時とかにブンってやったらビュって飛ぶみたいな、目が痛いあれですから、フルーツの皮の中に入ってるオイルそのものっていう感じなんですけど、レモンは集中力を高めてくれたりとか、消化を助けてくれたりする作用もあります。あとはミントですスペアミント。ミントはいろんな種類がありますけど、ペパーミントとかアップルミントとか、スペアミントは割とまろやかなタイプの香りのミントですね。心を落ち着かせてくれるっていうか、ミントなのでもちろんすっきりはしてるんですけど、気分が悪い時とかもすごくいいし、ミントの精油はね、基本的にその1本で嗅ぐっていうよりかは、他のどんな精油と混ぜても本当に相性がいいなって、一番誰とでも仲良くできるのがミントだなって思ってて、これとこれとこれをブレンドしようって思った時に、最後にやっぱミントを入れないちょっと物足りなさが出てくるっていうか、ちょっとなんかミントを入れるとスッとして、これよこれよこれみたいな、全部の香りが私は結局ミントを入れたくなる癖がかなりあります。ミント大好きなんで。次はセントジョーンズワートをまた久しぶりに買いました。まあ飲んだり飲まなかったりしてるんですけど、以前は抗うつ剤を飲んで、その一番メンタルがしんどかった時期をしのいでたんですけど、それからグラデーションする形でお医者さんに許可をもらって飲んでいて、薬やめたいですということになってセントジョーンズワートだけになって、今はまあ休み休み、今日はなんかちょっと朝わかるんですよ、朝の時点でちょっと今日の私どんよりしてそうな気がするって思った時はセントジョーンズワートを飲んでるっていう感じです。今日全然朝から気分がいいですねって思った時は全然飲まないので、飲んだり飲まなかったりっていう感じなんですけど、今通院されててメンタルの薬を飲まれてるって方はお医者さんに相談が必要なんですが、通院とかはしてないんだけど波があるなとか落ち込んでたりするなっていう方はセントジョーンズワートを試してみられるのはどうでしょうか。次はこちらです。もうだいぶ飲んでしまってるんですけど、ダイナミックヘルスのオーガニックローアップルサイダービネガーのウィズマザーなので酵母入りのタイプ、こちらを買いました。アップルサイダービネガーを買うときは必ずオーガニックのものである方がいいし、そしてウィズマザーで酵母が入っているその下のところにちょっと溜まったりとかするので、まあバーって振ってから使うんですけど、酵母が入ってるタイプのものがおすすめです。お料理とかに普通にお酢として使うのも全然使いやすくていいと思いますし、私は毎朝ね、もうこれ 2,3 ヶ月やってるんですけど、おー暗くなってきた、光の加減が変わる、なんか今日ね曇りのち晴れみたいな感じで、光の加減がすごい変わるかもしれないです。見にくかったらごめんなさい、わかんない。ちょっとこれは毎朝デトックスドリンクを作って飲んでます。アップルサイダービネガーと蜂蜜とセイロンシナモンとジンジャールートパウダーをお湯で割ってご飯の後に飲んでます。免疫力も上がったらいいなとか、デトックス効果も期待してたりして、ちょっとでも調子良くなればと思って飲んでる感じで、まあ毎朝なのでまた近日買うと思います。次はこちらです。何て言うんですかこれ、クンダルかな、韓国のものだと思うんですけど、シャンプーとトリートメントを購入しました。私が買ったのはハニー&マカダミアのチェリーブロッサム、桜の香りのタイプを買いました。 YouTuber さんがおすすめされてたのですごくいいって買ってみたんですよ。で私も使って、あ本当だめっちゃいいって思いました。私しばらくアイハブ休んでたから、私が休んでる間にもうアイハブの人気の商品とかもどん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 入れ替わってると思うので、もう皆さんも使ってる方多いかなって思われ
われるんですけど、まだの方はぜひぜひ使ってみてくださいと思って、であまりにもね使い心地がいいから、なんかちょっと私の中でこれちょっとケミカルな感じなんじゃないかなと思って、ナチュラルケアシャンプーでこんな使い心地いいことあると思って、ちょっと怪しいなって思ったんですよ。で成分を見て、例えばラーエス硫酸とかソルビン酸とか安息光酸ナトリウムとか、あのあたり入ってんでしょ、まあ安息光酸ナトリウムの保存量だと思うんですけど、まあ思ってそういうにちょっとんーとか思って成分表のところを見たんですけど、むしろ植物がいっぱい入ってるなっていう感じで、強いて言うのはね、この箱いらないと思った。すごい立派な箱なんですよ。私はもう本当に質素な梱包でいいと思ってるタイプなので、こういう箱とかももういらないですよってちょっと思います。中身はねこういうタイプなんですけど、本当に泡立ちもいいし、髪の毛すっごくツルンツルンになるなって感じだし、私はベビーパウダーとかホワイトムスクって私個人的にはあんまり好きじゃないタイプの香りなんですよ。もし買ったらそれはいい匂いって思うかもしれないけど、基本的にはその両方ともが好きな香りじゃなくって、たまたまその時あったのが桜だったので、あ、よかったと思って買ったら、これ本当にいい香りで、私はまだその2つを嗅いだことないんだけれども、ないくせに桜を推しますって思います。そのぐらい本当にすごくいい香りだった。美容室専売品みたいな、そっち系のシャンプーみたいな使い心地のシャンプーだなと思った。アイハーブあるある系のシャンプーとはまた全然違いますね。私が成分に対して見落としてるところもあるかもしれないから、成分めちゃくちゃ気になる方は成分じっくり読んでから。今日ね、言い忘れてたけど、2箱あるんですよ。これ今1箱目のを言ってます。ごめんなさい、言い忘れた。次が、はい、ラエルのフェミニンウォッシュを買いました。私、アイハーブでフェミニンウォッシュ買うのは、3種類目かな、これが。以前、ハニーポットさんのを全種類、多分3種類ね、買ったんですよ。で、次に、エメリタで読み方いいのかな、のフェミニンウォッシュをね、買ったことあるんですよ。これはね、インスタに書いたかもしれないんですけど、私には刺激が強いと思いました。でも、アイハーブではすごく人気。私は多分、結構肌がすごく敏感なので、粘膜のところとかって洗う必要はないところでお湯洗いとかでいいと思うんですけど、とはいえね、洗ってる時に泡がちょっとついちゃうことってあると思うんですよ。その時にね、エメリタのやつはねピリッとするっていうか、あおってなる感じがあって、そのあおって感じが痛くて苦手だったんですよ。そうならないのがハニーポットさんと、今のところこのラエルのもそうならない、コスメキッチンとかで言うとあれ自体のもそうならないって思いました。とか今までの自分の経験はエメリタのものだけがちょっと刺激感じるなって思った。ライルって見た目もすごい素敵じゃないですか。これでフェミニンのウォッシュをすると本当に上がるなって思いますし、本当に使い心地がいい。で、主成分はココナッツとバジルとシュガーケーン、だからサトウキビなので、香りはねそんな大した香りはないと思います。これも本当におすすめできます。はい、で1箱目の最後です。ヘイミッシュのマスカラをリピートしました。もうこれは本当に大好きで大好きで、なんて言うんだろうかなんて言うんですか、緊張感。ヘイミッシュはね、クレンジングバームもすごくいいですし、私割とすごい好きになってて、マスカラは大きく感じるけど塗りやすいし、しごきが足りないとボテッと乗っちゃうこともなきにしもあらずなんだけども、8割方は綺麗に伸びるって感じがします。お湯落ちもスルッといくので肌に負担もない。マスカラかぶれをめちゃくちゃするタイプの私も問題なく使えてるので、成分は優しいんじゃないかなってまあ思うんですよ。でもまあみんながみんな同じようにかぶれるわけじゃないからね、私がかぶれなかったからといって全員がかぶれないっていうわけではないと思うんですけど、本当にいろんな方におすすめできるマスカラだなって思ってます。もうめちゃくちゃ正直大好きです。アイハーブで買うならもうヘイミッシュが一番今のところは好きになってるんですけど、コスメキッチンとかでね普段買うときに、今までトーンのマスカラとアネリアナチュラルのね、ひなのちゃんのマスカラを使って、アネリアナチュラルって結構リーズナブルで質もいいから結構買いやすいじゃないですか。でアネリアナチュラルのリピートしようかなって思って、トーンのまた買ってもう一度しようかなと思って、 MIMC のがいいとか聞くよねとか思っていいのおすすめありますかってインスタで質問したんですよ。そしたら視聴者さんが、スナイデルビューティーのマスカラすっごいおすすめですよって教えてくださったんですよ。黒もいいんだけど茶色めちゃくちゃおすすめですよって教えてくださって、えマスカラいいんだと思って、次に天神でお買い物する時はスナイデルビューティーのマスカラを絶対買ってみようと思いました。とにかくこれがおすすめです。次は2箱目です。じゃじゃーん、1個目はヌミティーを買いました。これはアールグレイですね。みんな大好きヌミティー。私ヌミティーさんもちろん好きなんですけど、細かく調べてみたことがなくて、何がそんなにいいのかっていうのをちょっと知りたくってウィキペディアでね見てみたの。そしたらね、これを作ったのはねお兄さんと妹さんっていう兄弟で、ヌミっていう名前は柑橘系の中東の乾燥ライムティーにちなんでヌミっていうブランド名にしたらしいんですよね。ほとんどが USDA オーガニック認定を受けていて、さらに多くが
フェアトレードの認定を受けてるっていうことです。ヌミはね、アメリカでフェアトレード認定者の最大のブランド購入者として認められているらしいです。人工香料、天然香料を含む全香料を使用していませんっていうことです。ヌミオーガニックティーはアメリカで著名な社会的企業であるので B コーポレーションを設立していますっていうことです。石油ベースの材料で作られることが多いシルクティーバッグ、あのツルツルした細やかな網みたいな、ああいうのじゃなくって成分改正のロッシティーバッグでお茶を製造および販売していますということです。ヌミのティーバッグは消費後の廃棄物を 85% 使用したリサイクル可能な箱に詰められ、これですね、大豆ベースのインクで印刷されて、やっぱ自分がねデザインの仕事してるからパッケージも大豆インクとかで作ってるっていうのってまだまだ本当に少ないけれども、そういうこだわりを持って製品作りをされてる企業ってすごいなって思いますし、自分もそういうの作ってみたいと思います。ヌミのお茶はもう一切プラスチックの部分は使われておりません。だからね、本当にね買う価値がめちゃくちゃあるっていうことですね、ヌミの紅茶は。もちろん味もすごく美味しくって、まあ私はアールグレイがどうしても好きなんですけれども、もう本当に美味しい。ちょっと話が長い、大丈夫？何分取った今？うわ、駆け足でいこう。次はこちらです。買ったことある？フォーシグマティックのバランスグラウンドコーヒー with アシュワガンダ&オーも読めません、アダプトゲンズ USD オーガニック認定のアシュワガンダが入っているアダプトゲン作用のあるコーヒーです。何言ってんのって感じの方と、いいやんっていう方が今ちょっと分かれているかなと思うんですけれども、いかがですか？アシュワガンダっていうのがね、アダプトゲン作用のある中国医学とかアイルベーダ医学の何世紀も前からあるような医学の中では重宝されてきたインドとかによく生息しているハーブの一種なんですけど、アイルベーダの世界では本当に有名で強力な若返りのハーブと言われてますアダプトゲン作用があるのってどういうのかっていうと、高齢人参とかレーシーコーヒーとかもよくアイハーブあると思うんですけど、ああいうのもアダプトゲン作用があるってされてるんですけど、アダプトゲンって何っていうところなんですけど、それはねストレスを改善してくれる効果で認められていて、今ストレスを受けててそれがすごくしんどいっていう状況とか、ストレスに私が弱いからその抵抗力を高めたいっていうこととか、その両方に効果があると認められているもので、例えばね、私みたいな不眠症のちょっとリラックスしにくいタイプのストレスが過剰なタイプの人もすごく向いてるし、自分の性格でストレス溜め込みやすい人とか、環境の状況によってちょっと今しんどいんですよっていう方とか、あと肉体疲労、普通にもうその精神とかいうよりまず肉体が本当に忙しくて疲れ切っていることによって精神も疲れてしまったみたいな、そういう方にも向いてるんですよ。だからみんないいっていう感じです。そうじゃない人逆にいるのって、いや、いると思います。私は本当にすんごい元気ですっていう方はいると思うけど、あーでもちょっと一つ残念なのが、私にとって残念なんですけど、これデカフェのタイプがないのですよ。まあ私は家で飲む時はデカフェの方がいいと思ってるのでデカフェ出してとは思うんですけども、味はねもう本当に普通のコーヒーです。美味しいお茶のようにガバガバ飲めるコーヒーらしいコーヒーが好きなんですよ私。あと酸味が強すぎるとか苦味が強すぎるとかも好きじゃないから、めちゃくちゃアメリカンタイプなんですよ。もうアメリカの一択っていう感じの、出されたものが濃かったら本当に手元にある水とかをジャーって入れて飲むようなぐらい、自分は普通のコーヒーがいいと思ってるタイプなんで、その私が普通の味だなって思ったんですよ本当に全然癖がないの。だからこれはね、濃く入れれば濃く楽しむこともできるだろうし、薄く入れれば薄く楽しむ、だからめちゃくちゃ酸味が好きとかいう人にはあんまりピンとこないかもしれない。そのぐらい万人が飲みやすいような味をしていました。これはストレスだけじゃなくて疲労回復の効果とかもあるし、免疫力も高めてくれたりとかもするし、アシュワガンダは体力の増強とかもしてくれるから本当に万能なんですよ。まあ自分だけじゃなくて本当にご主人とかね、そういうパートナー彼氏さんとかね、男性にもねすごくいいですよね。職場の上司にとかね、そういう全然いいと思う。今でこそこうヘルシー志向の方とかナチュラル志向の方がアダプトゲンってなってるから、ちょっとなんか今時っぽい感じがするけど、めちゃくちゃ昔からアーユルヴェーダの世界とか中国の医学の世界ではあるからっていうものなので、全然この流行りとかそういうことじゃなくて、もっと古い歴史があるものだからね、このコーヒーをちょっと飲んでみようかなっていうのもおすすめです。めっちゃ話長くない？
これはリピートです。韓国コスメですね。サムバイミーのガラクトミセスの美容液です。サムバイミーのガラクトミセスの美容液とお化粧水が好きになってしまって何回も買った。ガラクトミセスっていうのはね、韓国の酵母ですよね。ガラクトミセス培養液っていうのが 75% 配合されて、あとビタミン C で出来上がった美容液と、もう一個お化粧水がこのシリーズであるんですけど、発酵系ですよね。発酵過程で生まれる酵母みたいな気持ちがいいし、肌が調子良くなってくる感覚ってあるので、美容液おすすめです。長いよ長いよ、早く行こう。普通のレスキューレメディーと、こちらレスキューのガムを買いました。これはね、持ち運べるようにこういう感じです。こういうの、これをね買いました。レスキューはね、これ一番普通のタイプのちっちゃい方かなを買いました。久しぶりにこのタイプを買ったんですけど、自分がストレスをこうバッて感じた時、平常心をちょっと失う、怒りでもいいし、悲しみでもいいし、苦しさでもいいし、過去のおことを思い出すとかでもいいし、子育て中でイライラするとかでもいいし、会社でストレス感じてるとか、もうどんな状況でもいいですよ。リラックスするっていうのに、もう私はね、別に CBD だろうとレスキューだろうと本当に何でもいいと思っていて、もう両方好きですし、レスキューのいいところは、割と本当に買いやすいお値段であるっていうところと、妊婦さんとかね、ちっちゃい赤ちゃんとかね、動物たちとか植物とかね、摂取するその年齢とか、どういう生き物だったらいいとか悪いとかもないし、どういう体質だったらとか、そういう禁忌的なものが一切ないので、本当にいいなと思いますね。これはもう舌下に舌をポンと開けて、この舌の下のとこですね、ここに4滴ちょん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 で垂らす。一番なんか気持ちがバーってしんどくなった時ね、4滴垂らすか、水分のお水とかコーヒーとかでもいい、紅茶でもいい、ジュースでも、お味噌汁とかでもいいですよ。なんか水分の中に4滴垂らして、それをゆっくり飲む、それでもいいです。どんな取り方でもいいですよ。レスキューは本当に緊急時のストレスがもう過剰に感じています。今もう受け止めがたいってなった時はもうおすすめです。だからね、子供がこうわーって癇癪を起こしてる状態とか、そういう時もいいんですよ。大人じゃなくても大丈夫だから。だから親子で取るとかもいいし、でも夫婦とか恋人とかで喧嘩中にちょっと一旦レスキューをお互いに飲もうっていうのはちょっと難しいかもしれないけど、こっちはこう出先とかでね、パッと口に入れることができるから、まあ持ち運びにすごくいいので、キャンディータイプとかグミタイプがあって、多分ね、一番美味しいのはキャンディータイプが一番美味しい。子供も食べやすいぐらい美味しい。グミはグミと思ったらちょっと不思議な味だけど美味しいですぐらい。ガムは味がすぐなくなるガムみたいな。レスキューシリーズっていうのは緊急時用に普通のフラワーレメディーが5種類混ぜられてるんですよ。それがロックローズとクレマチスとインパチェンスとチェリープラムとスターオブベツレヘムですが、調合して混ぜてやるっていうものです。お花のエネルギーの、そう、前動画作ってますので、ここに出しときますので、何バッチフラワーレメディーって思う方はぜひ見てください。はい、次はこちらです。皆様もう浸透したんじゃないですか。シャタバリです。もう本当にこれにはお世話になってないなんて考えられないし、一番私が好きなのがオーガニックインディアのシャタバリです。大好きです。アイハーブで一粒一粒飲むタイプのシャタバリは 4,5 種類しかないから、それは多分全部飲んだんですよね。一番好きなのはこれ。ない時は他のを買ってるっていう感じです。これはオーガニックタイプです。もう本当にね、生理周期とかね、生理痛とかね、いろんな女性の子宮に関連する何らかの弱まってきたとかお悩みの方もね、ちょっとこうサポート的にね、飲むのにすごくいいアーユルヴェーダのね、これもハーブです。100人の夫を持つ女だったっけ。さっきのもだけど、なんか面白い名前がつきすぎですよね、アーユルヴェーダ。今回はね、アーユルヴェーダのもう一つ買ったんですよ。これなんて読むんだっけ、オーラメアだったっけ。オーラメア、アーユルヴェーダの人たちの中ですごく人気のこのシリーズ。アーユルヴェーダの人たちってなん、オーロミアだったっけ。この石鹸4つ買いました。まだ使ってないんですよ。でももう絶対いいことは分かっている。クレールティフリーです。箱が本当に可愛いですよね。なんかさ、あるじゃないですか、バータ、ピッタ、カッパだったっけ、ありますよね。私も診断してもらったことあるんだけど、アーユルヴェーダ皆さん受けたことあります？私ありますよ。この脳に油をバーって垂らすやつと、ギーでね、目のこうやってやるやつ。宮崎でね、本当にアーユルヴェーダのプロフェッショナルの方がいらっしゃるんですよ。アーユルヴェーダ界のすごい人みたいな。動画撮らせていただけたいですね、いつかね。アーユルヴェーダめちゃくちゃ好き。アーユルヴェーダって本当に信用できると思う。あー、いい香りする。素朴、かわいい。バータ、ピッタ、カッパーは一応これを書いてるけど、私は自分がどれかちょっともう覚えてなくって、別に、あー、めっちゃいい香りする。これ何ですか。ヒマラヤンローズだって。覚えてないんですよ、自分がどのタイプかは。でもどれを食べたってどれを使ってもいいと思うんですよね。
これはね癖が感じる。サンダルターメリック、あ、ターメリックだからだ。これ独特です。でもアーユルヴェーダ感があるよ。あ、これいい。ラベンダーだもんラベンダーとかヒマラヤンローズとかは分かりやすい華やかな女性が好きそうな、あ、いい香りだなって感じるお花の香りって感じ。でもトゥルシーニーマも好きかもしれない。ちょっとターメちょっとターメリックはどうしよう、お父さんにあげるかもしれない父にあげるかもしれないです。すぐに使いたいのはローズかな。最後です。うわ、もう42分も喋ってる。クリオのアイシャドウパレットを買いました。皆さん使われてますか？もう多分人気ですよね。今日もこれでメイクしてますし、最近はこれでやってます。これどうなのかっていうところを正直にお伝えすると、めちゃくちゃ正直に言います、やっぱ若い子向けなんだろうなって思います。いや、これがね、なんでかっていうと、ここにある1,2,3,4,5、この5色は、シマーな感じじゃなくて、マットな感じなんですよね。それがね、本当にマットで、完全なるマットなアイシャドウを使うの難しいなって。もちろんメイクのテクニックがある方はね、別に年齢なんか関係なくね、どんなアイシャドウでも使いこなせるかもしれないんですけどね。粉飛びとかはしないけど、しなびたまぶたにのせるのちょっと難しくなってきてるんですよ。ちょっとこう、滑りのいいシマーなアイシャドウの方がちょっと使いやすいなっていうところがあって、色はすごく可愛いけど、のせるのに結構こう苦戦しながらのせてるっていう感じがあります。ここの5色はキラキラ系なんですよ。でこのキラキラがね、本当にね、ラメのようなこうキラ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 ってした細やかな可愛いって感じのラメなんですよ。結構ナチュラルコスメの中でこういうキラキラっていうのが艶めきみたいなレベルだったらあるんだけど、キラキラみたいなのってなかなかない問題をめちゃくちゃ思ってるんですよ。シマーというよりね、これはねラメなんですよ。ラメのキラ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 みたいな。20代30代の女の子たちはいいと思う。今40の私がこれを使いやすいかって言ったらちょっと難しいけど、いや可愛いので使いたいっていう感じで、ちょっと最近はハマってこれでメイクをしてるっていう感じです。わかる？わかるかな？わかんない？今日の iHerb 購入品紹介はこれで終わりです。いかがでしたでしょうか？またね、 iHerb もね、今までと同じ感じで月1回か2回の感じでやっていくと思いますので、ぜひまたご覧ください。 iHerb じゃない動画もバンバン出していきますので、 iHerb を期待してくださってる方が多いっていうのも本当に分かってます。でも iHerb じゃない動画もやりたいの。私は本当におしゃべりなので、もうしゃべる動画がやりたいんですよ。 iHerb と言わず、とにかくおしゃべりしたいんです。ようしゃべるなと思って聞いてくださると本当にありがたいですよ。